はい、どうも、ライスゲームズのライスターズ、ライスターズ、もう続けてね、撮ります。探索9日目。今回はですね、夜もう一回行こうかなと、夜の探索。そしたら、あれだよね、隊員が復活できるんだよな、おそらく。次もこのエリアで、何回でも行けるんかな。それか、アーケード前と、白悪の櫓に行くんかな。ああ、どんどん増えていく感じなんやな。じゃあ今回はここに行こう。じゃ 98% の前回のやつは、まあ、暇になったら俺が裏でやる感じで、今ちょっと連続で、ちょっとあの動画投稿、動画録画してるんで、まあ、連続でね、とりあえず、やろうかなと。これも多分10分ぐらいで終わるから、もう10分ぐらいサクサクってやって動画を終わらせようかなと。でもね、100% と言っても200% と言っても知らん。もう、もういい、いい。で、このピクミンをやりつつ、同時進行で何か別のゲームをやりながら やっていけたらいいかなと。本当はね、昔のやり方で、なんか2、30分にして別のゲームをやりながら別のゲームっていうの方が、やっぱね、見てる方はね、おやっと投稿してくれたなぁ、とか思ったりもするのかなと思ったりもするんだよね。ふふふ、光ピクミンについてまた分かったこと、おマジで何が分かった？光ピクミンは強烈な光を放つことができるんだ。おぉ。あ、それで時間止められるんだ。ザ・ワールドできるんだな。そのエネルギーを意識に解放するとフラッシュバースト。その光を原生生命に浴びると、眩しくひるんじゃうんだよね。さあやっていきましょうか。まあ、とりあえずコンペイトを集めていって。んこの前、夜に手に入れた光の種をカバンに入れておいて使い方を教えてあげるね。ん光の Y をおしっぱにして、光の玉投げると、ピクミンが生まれる。マジで強っ。そんなあるんだ。なんかもったいないけ、あのエリクサみたいな感じで、あれだな、ずっと残していくタイプのやつになりそうな気がするけど、まあ、とりあえずガンガンやっていこう。これ光組が勝手に来るから、でこれ夜もあのなんか敵が勝手に来るような感じだから、あんまりこうゴリゴリ進めなくていいんだよね。周りでガンガンすればいい。これ乗って、よし。コンペイトをガンガン集めていけんか。めちゃくちゃ目離すからね、俺。でけえ。よーし。洞窟に入れなくていいからね。入るか。入るか、ボケイ。暗くても、暗いのがもっと暗いわ。あ、来たか？なんか来たか？まだ騒がしくないね。もうちょっと横にして、奥から来よるね。よしよし。まあ、どうやってなんかアーダコーダー、なんかフラッシュバックでするのかわからんけど、まあ、とりあえず、後ろから、マジかよ。めちゃくちゃ壊れた。あ、やめてー。コンペイト。ああ、また来よるね。なんとかかんとかどうやってするんやろ。なんとかかんとかしか分からんけど。やばい。やっぱりアイテム使うのきついんかな。アイテム使うのきついな、これ。いや、使わない。ああ、めっちゃ壊れる。ちょ、おっちん行け、おっちん。こいつ強え。あ、オッチンだ。あ、オッチン。え、強いな、チャッピー。オッチン、強。やば。やば。結構やべえ。なんかフラッシュアダコだ。うわ、なんかめっちゃ来るじゃん。これやばくない？やばくないこれ。アイテムないと無理か？いや、オッチンやべえんだけど。
難しいんだ。あ、落ちんが、落ちんだ、落ちんじゃった。うわわ、まあカメラバークが全然違う。うわ、これきつっ、これきつい、これもやばいし。いや、一旦もう、あー、やばい。やられてるやん。これ無理くない？アイテムないと無理じゃん。いけ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 。ああ、ああ、俺もやられちゃった。メガライスダウン。うわー、あ、終わり。心理、俺様の力が必要か。お、ああ、光の種を使用して、そのくらい自分でやるってかならいいけどよ。もう一回？ああ、もう一回ね。ああ、失敗しちゃったな。初めてのミス。あ、やっぱアイテム使うのは無理なのかな。なんとかバーストってどうやってやるんだろう。ちゃんと勉強しよう。うわ、敵が結構強いな。結構ゴリゴリピクミンやられちゃうな。今回のピクミン結構難易度高いのか？とりあえず、フラッシュアダコーダをやってガンガンやんないと。あ、こっち来てるな。あれ、オッチン向こうにいるな。とりあえずこれで移動して。オッチンが戦ってるぞ。いや、戻ってこい、お前。何しよん。バカ。戻れ。あー、バカ。食らえやがれ。よっしゃ、ギリギリ。ギリギリのオッチン。危ねえ。オッチン超ギリギリじゃん。もう実況忘れてたわ。危な。よし、ちょっとここら辺見て。あ、おるね。やばいやばい。まず戻らんと。やばいやばい。こっち。やばいやばい。でも、なんとかバーストまた変わる。これ。なんとかバースト超強い。フルバーストどうぞ。超強い。よし、こいつは全員戦って。よーし。あれ、あのちっこい方も、こういう方もやられるんだろう。あ、間違えた。あー、ちっちゃい方もやれちゃった。まあいいやろ。はい、ドーン。はい、終わり。そしたら近づいてくるやつはとりあえずいないね。よし、よし、お前ら持っていけ。あ、あ、終わりか。うわ、簡単やったな。厳選生物全部やっつけるなんてすごいよ、新米くんだろ。うわ、結構簡単だったな。うわ、なんとかバースト超強いわ。あの、バーストがないと基本無理なんだな。あーし、まあ、この辺はスキップして。もう一回夜のやつをやっていこうかな。まあ、これガンガンちょっとスキップして。じゃあ、ここら辺もガンガンもう、スキップして。で、夜もう一回行くかな。夜、あ、じゃあ今日は夜もう一回行くのと、98% のアダコーダを全部やっていこう。探索10日目。もう基本、この辺はあんまり進まない。今日はこう、あんまり進まない感じだな。足踏みだな、足踏み。あ、で、復活させると。あ、いいよ。もうこれは別に、無視して、仕事は迅速だ、丁寧だが短期で思い込みが激しい。新惑星発見の方を聞き、家がなきゃ始まるんだろう。と、後ふさず考えずに、身一つで現地へ向かったのだ。もなんかあれだな、短気な人だね。よし、じゃあ光の蜜を取っていくと。あ、ここね、危険度2。これどんなんなんだろう。難しかったもんな。よーし、日だまりの谷は、よし、行くぞ。まずコンペイトをガンガン集めていくと。まずマップ見た方がいいんかな。あー、聞こえるか、メガライス。なんだ？実は、用心の護衛任務の依頼が来た、多分前々からオッチンに教えていたスキルがあるのだ。あー、なんかあるんだ。守ってほしい光塚を選んでオッチンにお願いするんだ。オッチンが光塚を見回して、厳選生物を近くにすると噛みついてくれる。夜の採削中は隊列から離れるとその場で待機して見合ってくる。あー、なるほどね。オッケー。じゃあ今回は、オッチンが頑張ってくれるような感じになっちゃうと。とりあえず、
まあ、とりあえずね。でもモッチンはね、瞬間移動してこないからな。まあ、とりあえずコンペイトをガンガン集めて、あら。ガン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 集めて、ガンガン最初に集めないとダメなんだよ。よし。んで、これも集めて。いけ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 。なんか、オッチンが敵に見えるな、あえて遠くから見ると。あら、誰も来ない。よしよし。これは何？潰れていったね。気持ち悪い。あ、意味ないんだ。あー、もったいないことしたな。時間の無駄やったな。で、コンペット取っていこう。よし。で、これ取って。これコンペット取るの超楽しい。あ、来たな、変なのが。しょ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 い。いけ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 、お前ら。よーし。これなんだ？あ、これね。これでアーダコーダするね。いけ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 。敵は？味方？ん？あれ？敵はここおるのはわかるけど。あ、ここか。あーまあ、こっちにも来てんのか。ちょっとやべえね。じゃあこれまずぶち殺した後に。あー、なるほどね。あそこから湧いてくるんだ。湧いてくるんか。なるほどね。じゃあ、ここガンガンやっていきながら、あっち戻らないとやばいね。来ようね、来ようね。一回戻るか。一回戻ろう。一回戻って、いや、そっか、ここは破壊される可能性あるから、こいつは倒して、あー、縦穴があるんか。だっけ、こいつは倒したらいいねんか。そしたらどうしようかな。いや、とりあえずあっちの方のやつを頑張って。うわ、これ二人プレイでやりてえな。こっちね。こっちのやつを倒して、あそこの縦穴があるから、縦穴をどうにか。あ、殺されてる？あ、おとりのね。おとりの方は別にどうでもいいわ。よし。よーし。そしたら、あー来てるね、チャッピー。あー殺されてるけど、まあいいでしょう。くらえ。よいしょーい。よし、完璧。はい、強い。で、これで、倒して、で、これ奥のやつ倒していこうか。来てるかな？もし、うん、来てる可能性あるけど、まあまあいいだろう。ほら、いけ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 。もうこれ投げた方がいいんじゃね？あ、オッチン？これやばいね。戻らんとやばい。やばい。オッチン、オッチン、オッチンいつも死ぬ。ごめんね、オッチン。ごめんね、オッチン。うわー、やばい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 。うるい。えい。危ねえ。あとは敵は来てないかな。あ、来てないね。あ、終わりか、これで。敵の数分かったらいいんやけどね。あ、終わりやな。あ、やっぱでかいやつが一番重要だな。よーし。じゃあ、もうガンガンスキップしていこう。わ、これもなんか、ストーリー見らんで、ガンガン行きたいわ。もう、もうスキップしまくり。よーし、探索10個目。採取成功と。よっしゃい。そしたら、98% のところ行くかな。これ話あるの？観察して分かったんだけど、光ピクミンについて死なないみたいだ。え？めっちゃ死んだけど。光ピクミンはたとえやられたとしても、光の粒子になって、光塚に戻るみたいな。じゃあ殺されたことにはならないんだ。よーし、探索11日目だったかな。今、ちょっと見てなかったけど。よし、早速治療開始してくれと。ジン。誰も足を踏み入れたことのない秘境を求め宇宙を放浪し続ける冒険家。あー。ジン名前がジン、すごいね。
そしたら探索へ行って、98% のところとりあえず行って、もうサクッとクリアしよう。ちょっと時間超もったいないけど。まあしょうがないよね。ちょっとわからないんだもんな。まさか入って奥に行くなんて、考えもしなかったわ。実際俺やってるんだけどな。なんかね、がっつりこう、うわーってやりよったらね、わからんくなっちゃうんだよね。マジで。いや、本当に。よーし。じゃあ、ひだまりのやつで。全部黄色でも赤でも何でもいいな。とりあえず行こう。何でもいいから、とりあえずも黄色。とりあえず黄色でいいか。黄色50匹呼んで、で、あそこの穴ね。もうこれ適当にやったらピクミン勝手についてくるんだよ。あ、いいね。ウォッチンがかわいい。あ、見てこれ。やばくない？やばない？このカメラワーク。自動で走ってくれるけんさ、こういう遊びができるよね。いいよね。あ、ピクミン置いていかれてるね。たぶん多分置いていかれても、大丈夫？ついてきてる。かわいい。ちゃんとついてきてる。いいねー。ちゃんとついてきてるねー。葉っぱピクミンでも全然大丈夫だな。あ、乗って、ジャンプして、ジャンプして入っていくと。これ2階。おすすめ。あ、ピクミン何でもよかったんだな。で、これスキップして、で、すぐ行って、多分向こう側に繋がると思うから。よし、ここのファイナルフロアで、お、これ登れないんだ。そしたら、グイングイングイーンと。もうすぐね。すぐ出ちゃう。これ出口が違うんだよね、多分。でもすぐスタートボタンで、もう何もない、何もない。で、これ時間過ぎるのもったいないよね。でも関係ないけどね。戻ってきた。で、スキップして、とりあえず、これで、あー、ほらね、やっぱそうなんだ。俺、ここへ落ちたんだ。簡単に落ちちゃったんだ。で、拠点移して、うーわ、もったいないことしたな。で、今回はピクミン増やすかな。そしたら、あー、もったいない。で、これで取っていくと、そしたら、あー、俺、ここ落ちた記憶あるわ。とりあえず落ちてみっかーつってから落ちた気がするわ。で、ウォッチに乗って、ジャンプして、ジャンプして、よしよし、乗れんかと思ったわ。で、これで、あ、いけるね。よし、オッケー。そしたら、向こうのやつか。向こうのやつは、よし。お、はいや。よし。これでもう、あと何にもしなくても、あ、トントンと言っても、これもう、終わりじゃ。終わりじゃ。もうこれ終わりじゃ。もう、チドルみたいな感じになる。もうこれ終わりじゃ。完全に終わりやん。青ピクミン増やしたいんだよね。降りて、青ピクミン増やしたいから、青ならんかな。これ青ならんパターンかな。青なってほしいなぁ。青ならんかなぁ。青ならんないパターンかな。黄色の後、見逃したんかな。ないね。ならんね。あれ？まだある？あ、今運びようか。ならんのか。まあ、とりあえず、そしたらもういいや。いけいけいけ。この5個のやつ、5個の花さ、ちょっとさ、攻撃するの時間が全部1にしてほしかったな。この5はいらんわ。あれ？ああ、来た来た。遅かったな、お前ら。はいや、はいや。これで終わりよ。これ、ドラゴンフルーツだよな。世界で一番種が多いフルーツ。あれ？まだある？99%？ え？ 99%？ え、どっかあるんだ。
え？ここから探してもらいます。こっち匂いたどるんだ。お、いいね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 。いいね。この機能で。いや、わかってるわかってる。早く行って。ピクミン 8匹なんかあれやな。居候してんな。まあでも。ん？匂いここか？ああ、なるほどね。うわ、これ気づかんわ。あ、違う、じゃがいもね。ああ、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。それは納得だわ。あとの8匹、こんなところし、今行くんか。投げたやつね。ああ、これで終わりだ。ウォッチン役に立つやん。なるほどね。この左上のメーターを常に見とった方がいいっちゃいいんだな。それか Y をもう押しまくる。突撃させまくるみたいな。なるほどね。よし、これで終わり。裏でやろうかなと思ったけど。まあ、夜の世界もあったし。で、これで、トーン！オッケー！ヒューン！完璧！ 100%！ よし！帰ろ！セレクト押して今日の終了する！イェーイ！お、みんな！みんな揃って帰ろう！うわ、楽しいなぁ！でも、ロボットがちょっと気になるけどな。よーし、戻ってきた！ 11 日目！やる気は出ず、これを全部、集めたと。いいね、100%。調査コンプリート。もうここに来ることはないな。そして、人はなぜ戦うんだろうか。なぜ争い合うのだろうか。けどね、今のね、世界はね、そんなに争ってるわけでもないけどね。まあ、争っちゃ争ってるけど、戦争はないのは救いだよな。とりあえず戦争だけはね。でもね、戦争しないと、人が増えていく一方なんだよな。ということで今回はここまでにしたいと思います。次回は探索12日目。これね、終わった後早いんだよな。終わった後早い。ちょっとね、ここら辺は実況者泣かせ。で、次は、ここら辺の救出したやつのここら辺の話を、ちょっと話していこうかなと思います。で、マイク、これ、ちゃんと撮れたかな？もう連続して3つぐらい動画を作る感じなんだけど、今回はいいよ。うん。今回はちゃんと音撮れてるはず。これで撮れてなかった。これ全部撮れてなかったら泣くわ。全部撮れてなかったら泣くわ。